どうも皆様こんにちは、グリードです。今回は MSSP のアロマさんにね、サバゲーの方にお誘いいただいて、ちょっとねサバゲーを約1年ぶりぐらいにねやってきました。僕はねサバゲーの方は去年初めてやりましたね。カネキンさんにフィジークプロのカネキンさんにお誘いいただいて、カネキンさん僕木村フィリップミノルさんっていうねすごいなんか異色メンツでサバゲー初めてやってきて、でかなり楽しめたんですよね。面白かったんですよ。で、まあ、今回はアロマさんにお誘いいただいて初めて室内戦をやってきました。で、会場がね、なんか新宿のもともとね脱出ゲームで使われてたのステージを改造してサバゲーでに使っている、サバゲーフィールドとして使ってるっていう場所なんですよ。まあその新宿のど真ん中なんで、そんなにフィールドも広いわけじゃなくて、むしろねものすごい狭いです。めちゃくちゃ狭くて入り組んでて、すごい近距離戦が多いフィールドで、まあ新宿でもこう何も持たずに気軽にねサバゲーができるっていうね、そういう場所になってます。なので結構今回参加した人たちは結構軽装でやってますね。そしてね今回ね特別助っ人ということで僕の実の弟を連れてきました。僕の弟ね、もう10年ぐらいもうがっつりねサバゲーマーで、もうサバゲーガチ勢なんですよ。もう本当にねいくらサバゲーに使ってんだっていうぐらいまあハマってて、でも最近はやってなかったのかもしれないんだけど、まあ兄弟して、まあ僕は FPS ゲームの方に行って、で弟はリアルのサバゲーの方にハマってるっていう、結構まあ似てるのか似てないのかよくわかんないですけど、まあそんな兄弟です。そんなメンツで挑んだサバゲーなんですけど、ちょっとね今回ねハプニングがありまして、ハプニングが途中であるんですよ。もう途中というか前半にあるんですよ。まあその時がね、そのハプニングが起こったらまたちょっと説明したいと思うんですけど、よろしくお願いします。遠い見してここで、じゃあもう今日普通に何も簡単なやつだけど、え、これ全部自分で塗ったの？これ全部自分で塗ったよ。エアブラシ？エアブラシ。ガンプラのアメリカンスナイパー風の自分で塗ったんだ。自分で塗りました。すげえ。軍用が好きで結構あマネプ、はいはいはい、画像みたいな。なんか前オークションで米軍のガチのやつ落としたとか言ってなかったっけ？海兵隊の実物装備。ああ、はいはい、実物前は、今は全然もう結構使ってそう。いや、いっちゃったっすね。何年ぐらい使ってんの？これでももう10年ぐらい。いや、めっちゃもうベテランじゃん、それ。どういう感じなんですかね。いや、全然わかんない。これ、ん？ではお願いします。じゃあ、用意。スタート。右の方の一番右のドアの階段の方ですね。ドアの階段の方に。階段の部屋の中ですね。ヒット。右の小部屋です。ここに。復活ありで、フランス戦。用意スタート。左から行くか。ちょっと行くわ。ライト。はい、ここで冒頭で話したハプニングが発生しました。何が起きましたかと言いますと、グリード負傷により途中退場ということで、今この瞬間食らった瞬間首に食らったんですよ。そしたらね流血しまして、なんか肉がねこうえぐれるような感じで。負傷しまして、途中退場ということで、ここからは弟にチェンジをしてお送りしたいと思います。この後ね、動画で撮れてなかったんだけど、僕ね、腕と、あとね、脇腹にね、食らいまして、脇腹に関しては、ちょっとヒットしましたって言って、両手を上げて歩いてたら、オーバーキルで横っ腹に食らっちゃって、そこも流血するっていう、3箇所流血しての途中退場になります。いや、これがね、めちゃくちゃ痛かった。あれこんなサバゲーって流血するっけと思って、前回参加した時も結構みんな半袖で、で近距離もで食らったりもしたんだけど、まあ、ちょっとあざが数日残るかなっていう、そんな感じの怪我だったんだけど、今回まさか
全部流血するっていうね、食らった箇所が3箇所。皆さんもね、室内戦する場合はちゃんとね、防具はしっかりした方がいいと思います。サバゲーやってる人に聞きたいんですけど、こんなに流血するんですかね？そんなに僕の皮膚が鍛え足りなかったのかもしれないです。はい、というわけで、ここからは、弟視点に視点を切り替えてお送りします。弟めちゃくちゃうまいんで、よろしくお願いします。あ、ごめんごめん、キロキロキロ。まあ近いよね、めちゃくちゃ。普段もう40m。ボルトストップかかるから、リロードしてカチンってやる。こっちはこっちになる？そっちも同じ次世代。これ入れて？入れて、入れるときはそのまま持てば。まあほぼ合ってるかな。ああ、なるほどね。それも何、リアル思考で数十発とか？うん、これはもういっぱい入る。あ、それいっぱい入るんや。実銃は14発とか入る。戻っとくか。うん。はい、というわけでお疲れ様でした。今回僕の出番はね、もうほぼないですね。もう序盤退場したのでほぼなかったんですけど、で、今回初めて弟とサバゲーしたんだけど、いやー、ちょっとしかやってなかったんだけどね、ほんと今回ほんとサクッとしたサバゲー、小規模なサバゲーだったんだけど、いや、うまかったね。結構バシバシキルしてて。多分僕最初からカメラつけない方がよかったね。多分弟に全部任せた方がもっと撮れ高あったかもしんない。まあ今回は小規模なサバゲーだったから、まあ次回ね、ちょっと大きめのしっかりとしたまたサバゲーがあった時は、まあ弟誘いたいなと思います。で、皆さんまた弟との動画もし見たいよって方いたら
ね、グッドボタン押しとかね、コメントぜひよろしくお願いします。まあ何が撮れるか分かんないけど、もしかしたらまた何かしらでちょっとコラボみたいなことをするかもしれないです。というわけで、お疲れ様でした。最後まで見てくれた方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. Not been when it's gone. Took you to prom. Dance to our song. Dance all night long till the lights come.